サロメ。サロメ、サロメ、または、セロミー、シュロミとは、一世紀頃の古代パレスチナに実在した、女性。義理の父は古代パレスチナの領主ヘロデアンティパス。実母はその日ヘロディア。古代イスラエルの著述家、フラウィウス・ヨセフスが表した、ユダヤ古代史や、新約聖書の、福音書などに伝わる。 イエスに洗礼を授けた洗礼者、ヨハネの首を求めた人物として、キリスト教世界では古くから名が知られ、その異常性などから多くの芸術作品のモティーフとなってきた。新約聖書ではサロメの名を伝えていないことから、学問上は単にヘロディアの娘と呼ぶことが多い。サロメは新約聖書に登場する女性。父はユダヤのヘロデ大王の王子で、母は ヘロデ大王の孫、ヘロディア。義父は、ジップのイボ兄弟である、ヘロデアンティパス。サロメの母、ヘロディアは、はじめヘロデフィリッポスの妻となり、サロメを設けたが、後に、ジップのイボ兄弟である、ヘロデアンティパスと恋仲になり離婚、ヘロデアンティパスの妻となった。このため、サロメは、ヘロデアンティパスの命でもある。サロメは、ヘロデアンティパスに、祝宴での舞踏の褒美として、 好きなものを求めよと言われ、母ヘロディアの命により、先霊者、ヨハネの残首を求めた。新約聖書には、サロメの名は記されていない。しかし、古代イスラエルの著述家であるフラウィウス・ヨセフスが、表した、ユダヤ古代史には、サロメという女性の名がある。この、サロメは、先霊者ヨハネとの関係では、大きく違うが、父母等の名が、聖書の記事と一致する。 そのため、同一人物であると考えられ、サロメの名で呼ぶことが定着している。また、サロメは、新約聖書以外の文献の記述から、西暦14年頃に生まれ、その死は62年から71年の間と考えられるが、その生涯の詳細については定かでない。以下では、双方の伝承について解説する。ヘロディアの娘については教感福音書に記述がある。 これらの記述が歴史的事実に基づくか否かは確定されていない。マルコによる福音書には以下のような記述がある。引用部分に関する中期、第1と第2段落のつながりにやや不自然さがある。その他の点を考慮するとという内容の伝承があり、それをマルコがこの形に編集したと考えられる。マタイによる福音書では以下のような記述がある。 マタイは、マルコのいささか冗長な文章を簡潔にしており、ギリシア語としても良質な記述である。ヘロデを四文法領主と訂正しているが、フィリッポスの誤りには気づいていない。なお、末尾で、ヨハネの弟子たちがイエスに報告したとしているのは、マタイの編集句とされている。以上を総合すると、マタイはこの記事では、全面的にマルコによる福音書に依存しており、 追加の伝承、資料を持っていなかったことは明白である。ルカによる福音書では以下のような記述がある。ルカもマルコによる福音書に全面的に依拠している。マタイと同様にマルコの文章を大幅に改善しているが、重要なのはヘロディアの娘への言及を含めてヨハネの死に関する具体的記述を完全に削除している点である。これは、 ルカの塔の結果である。なお、マタイとルカの福音書では版によって、ヘロディアの前部の名前が書いてないものも存在しており、イエス・キリスト時代のユダヤ民族史では、エロディアの前部として、フィリッポスの名前が書かれているかどうかについて、とある。フラビウス・ヨセフスがその著書、ユダヤ古代史、93年から94年頃完成、において、以下のような記述を行っている。 ここでも、は、原文にない役者による補足。ここでは、洗礼者、ヨハネの処刑が記述されている。途中を一部省略したが、不死の始めと末尾部分を引用する。すなわち、ヨセフスによれば、ヨハネの処刑はあくまで、ヘロデアンティパスの政治的決断である。したがって、ヘロディアや、その娘は、処刑に関わっていないことになる。また、ヨハネの処刑は、 マカイロス要塞で行われており、この点もマルコが利用した伝承とは異なっている。ここでは、ヘロデ大王化関連の人物関係が記述されている。その途中部分のみを引用する。ここに記述されているサロメがことが福音書の記事と一致することから、先例者、ヨハネの首を求めた娘であるとされた。その得意性もあって、古くから、 多くの芸術作品の素材となってきた。ただし、特に取り上げられることの多かった時期が鮮明である。以下、その点を考慮して、時代順に列挙する。先礼者、ヨハネの形詞は、イエスの生涯の物語で重要な場面であるため、西洋絵画では、古くからそれに関する絵画が描かれてきた。特に、ルネサンス期からバロック期にかけて、イタリアやオランダなどの画家たちによって、 極めて多くの作品のモティーフとされた。なお、男性の首を持つ女性のモティーフにはユディトがあるが、ユディトがしばしば剣を下げかつ首はそのまま持たれるのに、対して、サロメは剣を持たず、ヨハネの首は皿に乗せられて描かれるので中が必要である。以下、主なものを年代順に列挙する。しかし、17世紀後半からの科学革命の時代あるいは、啓蒙の時代には、 画家たちの関心はこのモチーフから急速に離れてゆき、この傾向はその後およそ200年にわたって続くことにな。19世紀後半から20世紀初頭のいわゆる世紀末芸術の中でサロメは各分野の素材として再び大きな関心を呼ぶことになる。絵画作品としては以下のようなものがある。 19世紀に入ると、聖書や神話に題材を取る作品は再び増加するが、とりわけ、ギュスターブ・モル王、口述の一連の作品は著名である。ジュール・マスネが、上記のフロベール作の小説をもとに、1881年に作曲したオペラ。台本は、ポール・ミレー、クレモン、ザマディーニの共作である。こうした傾向を一段と顕著にさせたのが、 オスカー・ワイルドによる儀曲、サロメ、1893年である。これはフランス語で執筆され、1896年にパリで初演された。1894年出版の英語版は、アルフレッド・ブルース・ダグラスの翻訳とされ、オーブリー・ビアズリーの挿絵が添えられている。サロメを全体の主人公として前面に出し、先礼者ヨハネに強く見せられたサロメが、 その誘惑を拒絶するヨハネに対して、ヘロデの要望で7つのベールの踊りを待った代償としてヨハネのを求める。最終場面ではその首にサロメが口づけする衝撃的場面があり、その上演はスキャンダルとなった。一晩の演目としてはいささか短すぎる作品ではあるが、現在でも日本を含む各国で上演されている。 ワイルドの戯曲家と20世紀における映画などの新しい分野の開拓で、サロメはいろいろな芸術作品で素材として扱われるようになった。主なものを以下に挙げる。詳細については、それぞれの項目を参照のこと。リヒャルト・シュトラウスがワイルドの戯曲のヘドビッヒラハマンによるドイツ語訳をほぼそのまま台本にして、一幕のオペラを作曲した。1905年に、 ドレスデンで行われた初演は大成功し、シュトラウスはこの作品でオペラにおいても高く評価されることになった。現在でもバラの騎士と並ぶ人気作で各地で上演されており、ドイツ語圏の主要な歌劇場では多くがレパートリーにしている。ワイルドが導入した7枚のベールの踊りと上記のシュトラウスによるオペラの成功を受けてバレエ作品化が行われている。 主なものを以下に示す。マスネの弟子であったフローラン・シュミットがサロメの悲劇というバレエ音楽を1907年に作曲している。この作品は1時間ほどの作品で20人ほどの小規模なオーケストラ向けのものである。シュミットは後にこの作品をもとに30分ほどの同題の公共詩を作曲した。この公共詩は現在も頻繁に演奏され、 多数のレコード CD 録音がある。舞踊音楽、サロメは1948年に、イ・フク明アキラカイタニ・バレエ団、創立10周年記念として作曲した、バレエ作品であり1987年に、演奏会用の曲として手が加えられた。サロメは、オランダの振付師、フレミング・フリント、フレミング・フリントが企画したバレエ作品。作曲は、ペーター・ディビーズ。 ピーター・マクスウェル・デイビスで1978年にコッペンハーゲンで初演された。この公演はオランダ国営放送が収録してテレビ放映されている。また歌詞にサロメが登場する曲には次のようなものがある。映画が発明されるとサロメは格好の題材とされた。多くはワイルドの擬曲を元にしているが、 関連作品は現在までに50作品以上になる。主なものをいかに列挙する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。